バボジャブは、満州国軍の軍人。モンゴル人。第二次万毛独立運動で戦死したバボージャブの3、なんで、日本で教育を受けた後軍人となる。1945年8月のソ連参戦後、ハイラル市郊外で反乱を起こし日系軍官を多数、殺害した。最終階級は、陸軍少将。日本名は、川島重信、田中正。ジョンジュルジャップとも、 第10軍艦区参謀長時代のジョンジュル・ジャブとウルジン司令官。1906年、両年賞、アキラブ県大霊園市に生まれる。父親のバボージャブは、アキラブ県の巡警局長を務めていたが、1912年に一家を連れて、ボグドハーン政権下のモンゴルのフレーへ渡り、1916年の第2次万毛独立運動で挙兵して戦死した。父親の死後、 川島なに庭によって、一家と共に、旅路に送られ、日本第二高等小学校で勉強した。1922年4月、日本へ渡り、東京府立第六中学校に入学した。ジョンジュルジャブは、中学では、川島主ノ信と名乗った。この当時、日本では、バボージャブの名声が高まっており、ジョンジュルジャブはその子息としてもてはやされ、多くの日本軍将校や、 右翼的人物らと知り合った。1925年、陸軍士官学校法陛下に入学し、士官候補生となって、野砲兵第一連隊に配属された。1926年10月、本海入り中華隊、第19期で学んだ。1928年、士官学校を卒業したジョンジュルジャブは、南満州鉄道に入社し、テートン事務所の職員として、日本名、 田中忠を名乗って働くことになった。ジョンジュルジャブは通訳や事務の仕事の合間にモンゴルの資料や文献を読み、内モンゴルの王侯や著名人と信仰を深めた。1931年9月に満州事変が勃発すると、兄のカンジュルジャブと猛虎青年、知識人らを集めて猛虎独立軍を組織した。ジョンジュルジャブは連絡所長を務め、 関東軍との接触を担当した。満州国成立後、ジョンジュルジャブは警察官教育を受け、公安局刑務課に勤めた。後も西部事務官を務め、猛西部の猛古総督政への昇格を計画したが、成功しなかった。1935年には、満州座会議に参加、通訳と連絡を担当した。1937年6月、 治安部の刑務士検閲課係長になったジョンジュルジャブは、旧知である治安部顧問、野田又夫大尉と再会した。野田は軍人になるよう進め、ジョンジュルジャブは、上皇の階級と兄の昇進を条件とした。1937年11月1日、ジョンジュルジャブは、騎兵上皇に任命された。治安部で2ヶ月ほど、軍の状況を勉強し、1938年1月、 公安軍艦区の参謀所長に任命された。38年10月、中央陸軍訓練ところ、第2戦火に入り、途中のモンハン事件で中断するが、翌年11月に戦火を卒業した。しかしその頃には、日本の自局が、緊迫化し陸軍大学校へ進むことはできなかった。1939年、のモンハン事件が発生し、ジョンジェルジャブは、 その戦闘での活躍が評価され、武功賞を与えられた。しかし、戦場で公安軍が壊滅敗走するのを見て、モンゴル兵に失望したジョンジュジャブは、顧問部に対して徴兵制の実施や規制将校の淘汰などを提案した。11月に戦艦を卒業すると、公安市の不評団長に任命された。1940年4月に実施された第9軍管区。 第2子の特命検閲では統制官を務め、同年、満州国に国病法が施行されると徴兵官となった。1943年3月、第10軍管区参謀長少将に任命された。太平洋戦争が激しくなってきた頃には、長兄の脳内ジャブがモンゴル人民共和国で対慢工作を行っているという情報が第10軍管区に入ってきている。 ジョンジュルジャブと周囲の一部日系軍艦との折り合いは次第に悪くなり1944年4月には日系軍艦との口論から辞職騒動にまで発展した1945年8月9日ソ連の参戦に対し第10軍艦区は公安令でソ連軍の侵攻を阻止するよう命令を受けた8月10日経由地点のシネヘンに到着するとジョンジュルジャブは 日系軍艦を殺害して、ソ連軍へ投降することを決意し、計画を部下のモンゴル系軍艦たちに伝えた。8月11日午前10時ろ、各隊で一斉に放棄が起こり、日系軍艦は次々に殺害された。ジョンジュルジャブと第10軍艦区、約2000名は8月13日にソ連軍に投降した。その後、ジョンジュルジャブはハバルフスクの収容所へ収監され、 1950年8月に武順先般管理署に移された。中共が強制する思想改造を受けた後、1960年11月28日の第2回特赦で釈放され、ハイラルの国営営林場で労働者となった。1963年から65年の間にかけて、ハイラル氏は冬になるとジョンジュリジャブに手記を書かせていた。 1966年、文化大革命が始まるとジョンジュルジャブは、反省室に隔離された。1967年11月中旬のある夜、ジョンジュルジャブは、エイリン城の菜園に歩きで首を吊って自殺した。川島よしことジョンジュルジャブ、米山孔。ジョンジュルジャブは、身長174センチメートルほどで肌は浅黒く、細身で、スポーツマン型の体育であった。 日本で教育を受けていたため、モンゴル語と日本語に堪能で中国語も、モンゴルなまりはあるが流暢に話すことができたものの、艦隊字やモンゴル文字は書けなかった。企画力に優れ、行動は積極化感、気象は激しかった。1932年、紙平街の料亭で芸者をしていた日本人女性、米山蓮行と結婚する。 しかし一年後の1933年11月、連合は格下による心臓麻痺で死亡。1935年末、ジョンジュルジャブは日本女性との再婚を勧められ東京を訪れた。そして東京の大手百貨店で働く女性と見合いをしたが、女性は江戸時代からの非差別身分であると周囲から反対され失敗した。1937年、 鉄霊の肝心女性と結婚した。1936年にスパイ容疑で処刑された、公安北省庁、両昇の,の長男、セブ人体は、ジョンジュルジャブの妹、もう経営と結婚していたためぎりの兄弟にあたる。両昇事件に不満を持っていたジョンジュルジャブは、上皇任命の演説で、関東軍参謀長、東条秀樹に事件の真相を尋ねたが、東条は言葉を濁して、 答えようとしなかった。野田またをはかつて、東京の大道義塾で共に寄宿していたことがあり、2位の内ジャブの親友であった。野田がジョンジュルジャブに軍人になるよう進めたとき、当初、ジョンジュルジャブは、長少々の階級を条件に出したが、これは、肝心側や日本人顧問から反対されてできなかった。そこで、上皇の階級で我慢する代わりに、給料を少し高くすることと、 兄のカンジュルジャブを少々にするということを条件に軍人となった。1944年4月、ジョンジュルジャブの家を訪れた日本人の高級参謀と高級副官が主席の上で日本人将校への口出しを差し控えてほしいと述べたところ、ジョンジュルジャブは激怒して二人を追い出し辞職願いを書いた。顧問のタコさと正中さは再三説得して、 ジョンジュルジャブの辞職を思いとどまらせたが、騒動から間もなく、タコサトは脳一血で死亡した。野田やタフルサトのような理解者がいなくなったことで、ジョンジュルジャブと彼の振る舞いを心よく思わない一部日系軍官との対立は深まっていった。シネ兵での反乱の動機については、両の事件に対する日系への恨みと推測されることもあるが、ジョンジュルジャブの手記によれば、 太平洋戦争で敗退を続ける日本の敗戦を容器してソ連が満州へ侵攻した時に投降しようと覚悟しており、この考えは当時のモンゴル人全体の考えであった。日系軍艦の殺害については投降の計画が漏れ、一人でも日本人が逃げて報告されればハイラル氏のモンゴル人が虐殺されると恐れたためであった。ありがとうございます。